今日は木軸ペンの最高峰工房節さんのシャッペンシルを購入したので開封していこうと思います。 今回ご紹介するのは弘法説の 2mm ペンシル説「かりん紅白」でございます赤色と白色の木目がくっきりと分かれているのが特徴的で宝石のように美しすぎるペンとなっています先日弘法説さんの黒垣孔雀目の 0.5mm のシャープペンの開封動画を投稿したのでこちらは2本目の説さんのペンとなります値段は驚きの14,300円でした カリンの紅白は前々からどうしても欲しかったのでこの度思い切って購入することになりました水墨画のようなかっこよくて美しい黒柿きとはまた違った美しさがありますよねそんな美しいこちらのシャーペンについて神経が 2mm とかなり太いんですけれども描いてみての感想とか木の触り心地とかそういうところも詳しく紹介していこうと思いますまずはこちらのペンのデザインについて詳しく見ていきましょう グリップの部分が膨らんだ流線形のボディになっていて約 10cm にもわたる長めな木材が使われています木の魅力というのを存分に生かすために金具の装飾は非常に上品ながらシンプルに仕上げられていますノック部分は膨らんだ形状になっていてそのおかげでかなりの高級感を演出していますね個人的にはこの膨らんだ形状がすごく気に入っています ノック部分とクリップそれから口金はメッキ処理が施されているんですけれどもクリップの内側の金具はメッキ処理ではなくてヘアライン加工が施されていますどうしてヘアライン加工なのかと少し考えたんですけれどもおそらくクリップの位置を回転させる時にメッキだと傷が目立ってしまうからだと思います ヘアライン加工だともともと横に線が入っているので傷が全く目立たないということからこのような加工がされているんじゃないかなと勝手ながら考えています 2mm ということでペン先はタツノ落とし子の口みたいな形状になっているんですけれども芯を出した時にトキントキンに尖っているのはなかなかかっこいいです 2mm というと鉛筆と同じ太さですね なので書いていくと次第に線が太くなってしまうので、鉛筆のように、えー、真剣機を使って芯を削る必要があります。2mm のシャーペンっていうのは細かい字では書きませんし、結構手間がかかってしまうので、ペンシルとしてはあんまり一般的な神経ではないんですけれども、スケッチだったり、字の大きさを気にせずにのびのびと書くのにはすごく向いているので、そういう用途で一つお気に入りのものが欲しかったんですよね。 そしてこちらの特徴的な木目なんですけれども東南アジアが原産地の豆科の広葉樹のカリンという木が使われていますその中でも稀に出現するコブ木という木目なんですけれども外から見たらタンコブみたいに膨らんでいるそうでその膨らんだコブ材を削り出したらこのような複雑な木目が現れますこういう木目ってかなりニッチで一般的にはあまり知られていないんですけれども引き込まれるような模様が特徴となっています カリンの古武材は大部分が赤色で構成されているんですけれども、外側のわずかな範囲は白色になっています。なので、白色と赤色の2つが混じったカリンというのはなかなか珍しいそうで、白色の部分は使えないような木材も結構多いということから、カリン紅白として使えるのは非常に稀な木材とはなっています。マーブルウッドとカリンのサラブレッドみたいな感じですね。 こんなにもくっきりと分かりやすく色が分かれているっていうのは本当に不思議でこれを作り出す地球って本当にすごいですよねここまで美しく引き込まれる木材というのはなかなかないかなと思います自分が持っているカリンはこれで3本目になってしまいましたどれもカリンという木から作られたペンなんですけれどもこんなにも模様が違ってくるんですよねクラフト A の製造シャープペン1はカリン古木といえばこれみたいな感じの木目です 微妙に白色の模様が入っているのが個人的にお気に入りポイントとなっていますそしてクラフト A の製図用2はこれまたかなり尖った独特な木目となっています赤色と黒色そしてちょっとだけ白色という3種類の色で構成されていて特に黒色のところなんかはすごく不気味ですよね光と影の両方が見れるような感じで、えー、芸術的な美しさがあります 去り心地もクラフト A と工房節では違っていてクラフト A の方が結構ザラザラとしている印象を受けますねそれに対して工房節さんはサラサラスベスベとした感じで非常に丁寧に表面が加工されているっていうのを感じますただ個人的にすごく残念だなと思ったのが中心のズレですねご覧の通り口金と軸の境界部分が結構ズレているのがお分かりいただけるかなと思います この角度から見てみますとちょっと口金の方が上にずれていますよね一本一本手作りで製作しているということで本当に仕方ないところだとは思いますが黒柿の孔雀目の方は全然気にならなかったので個体差によるものかなと思います実は 0.5mm と 2mm の金具は互換性がありまして同じような形状のパーツが使われています なので、交換して使うことも可能で、今日はカリン紅白を 0.5mm で使いたいなと思ったら、気軽に交換して使っていくことが可能となっています。これはなかなかありがたいなというふうに思いました。真鍮でできたネジを受け止めるところは、金属でワンクッションを置いているので、割れやすい木材をしっかりと補強できていて、そういう面では非常に安心ができるかなと思います。 2mm のシャープペンということで着がかなりごつくなっていてかっこいいですよね 0.5mm と比べると全然違っていてロマンすら感じられますペンシル説は 0.5mm と 2mm のみのラインナップとなっています 0.7mm の真剣もあるんですけれどもペンの形状が全く違ってくるのでそちらの方は機会があったらまた、えー、試して紹介していこうかなと思っていますでは実際に描いていきましょう 印象とししてはくくのがすすごく楽しいですね。見た目とか値段を考えると結構ずっしりしているんじゃないかと思われがちなんですけれどもこちらのペンは 25g 前後なので持ってみると結構軽いなという印象を受けました重心バランスはちょうど真ん中ぐらいといったところでしょうかお値段を張ってしまいますが意外と描きやすいというのが工房節さんの魅力なんですよねしっかりと実用性にもフォーカスを当ててくれているのは好感が持てます 軸の最大の直径は 13mm となっているので結構太いペンとなっています手の小さい方は慣れるのに時間がかかるかなと思いました本当に気にするところではないと思うんですけれどもキャップが若干カタカタと振動してしまうかなといった印象を受けますただしっかりとペン先の方は金具が多用されていて補強されているといった印象なのでしっかりと書き応えがあって書くのが楽しいですね集中できなくなってしまうんじゃないかと心配してしまうぐらい美しい木目です 工芸品でもあり芸術品でもあるそんな特別なシャープペンですねなんかデザインをしようとした時にこのペンを使うのはすごく楽しいですしアイデアがポンポン浮かび上がるんじゃないかなと思います決して簡単に手を出せるような価格ではないですし木軸ペンの最高峰と個人的に思っている憧れの工房さんですので本当に買えてよかったですし一生もののペンになってくれるんじゃないかなと思います 兼クラフト A 工房節のペンがこれだけ増えてしまいました。 それぞれぞ2本ずつになりますね。どれも個性的ですごくお気に入りのペンなので満遍なく使っていこうと思いますこの6本プラス多機能ペンだったり消しゴムそれから万年筆を入れていくとなると自分の持っていいる筆箱だと容量が足りないんですよね。そこですごくいい筆箱を見つけて実はすでに購入していましてそちらの筆箱の開封動画を来週ぐらいに投稿しようかなと考えています。 ぜひお楽しみにしていてください。ということで、えー、またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。